ハロー、パープンテージ、J リーグサッカーチャンネルですということで、今回、序盤戦評価というところです。川崎陥落。いや、ちょっと寂しさ感じます。個人的にはね、まあ、この数年間、黄金時代作ったフロンターレ、まあ、昨年もね、なかなか難しいシーズンにはなりましたけれども、にしても、ここまで2年連続で、 え落ち込むかっていうところで、まあ、本当ね、んなんか、まあ、やっぱね、元王者としてね、いや、こ年は川崎がね、なんか弱くてね、安心とかじゃなくて、なんか寂しさの方が、えー、勝るね、今シーズンの川崎の、えー、序盤戦というところでございまして、ということで、まあ、えー、評価の方を、ね、やっていこうと思いますよろしくお願いいたしますというところで、まずこちらですね。 まず、えー、J1 順位表というところです。一応、こんな感じ川崎がね、下の方にいる、ちょっとね、寂しいですよね、残念とかっていうよりも、まあ、寂しさの方が先に立つという、えー、フロンターレの、えー、今シーズンの結果には、えー、なってきます。まあ、得点数とか失点数とかもう見て分かる通りらしくない、えー、フロンターレの数字。まあえー、ジビ岩田の、ね、激しい打ち合いが えー、ありましたけど、もうまたそれもねジュビロ戦でね4点取ったのにね他のゲームでは点点点というところで結局、ね、まあ、10点しかと、まあ、いう言い方もあるかもしれませんがまだ、あ、10点しか取れていないで知っても11失点なんでこれはまあね11失点っていうのは、まあ、残留争いをしている京都とか、えー、昇格してきたジュビロとねあんまりかほぼジュビロと同じ数字には。 なってますねベルディとかよりもそんなベルディとも差がないというところですだからベルディとフロンターレというところは特殊点差は一緒なんですよねっていうなんかね、まあ、一つの時代の終わりを感じる フロントあれですけども、まあ、どこのクラブもそうですよね、黄金時代が終わって、その後どう立て直すかっていうところ、まあ、踏ん張るかっていうところで、まあ、それこそ同じ神奈川県勢の横浜 F ・マイルスですもんね、まあ、やっぱ黄金時代があって、そこから低迷、まあ、J1 の中で真ん中とか、まあ、ちょっと上の方に来るとかいうシーズンもありましたけども、もやっぱりどこのクラブも、まあ、ジュビルとかもそうですけども、ね、もやっぱ低迷期があって、そこからじゃあどうやって這い上がるかとかっていうのが、一つ、チームとしての、例えば、クラブとしてレベルが上がる。 かどうかっていうところからって感じますんでまあある意味フロンタアレからしたらクラブ全体まあ選手だけじゃなくてねでもクラブ全体として一つの黄金時代が終わってでまぁ、あ、ここからどうやって再生していくかっていう一つクラブとしてのまあ体力とかが、えー、試せる時期じゃないかといったところでしょうまあある意味どんな復活を遂げるかっていうところはね、えー、注目して見ていこうと思ってますけどもねでこちら ってところでじゃ数字で見ていきましょうというところ、まあえー、っとまずこちらですけども AGI、KAGI g ていうのがありますけどもこれは左の方が、えー、どんだけ敵陣のまあ、ゴール近くでプレーしたかっちいう数字なんでオフェンス的な数字ですねこれで見ていくとフロントアウはやっぱり、ね、相手ゴール近辺でのプレー時間は全体3番目に長いと。 常にというわけではないかもしれませんがただ、ね、他のクラブと比べても敵陣でのプレーとか、えー、相手のゴール近辺での、まあ、危険なところでの、まあえー、プレーというのがね 多いまあケンチが逆にフロンタルから言うとまあチャンスになるような部分でのプレーが多いんでここで人差しできていないというところがちょっと課題なのかなっていうまあボールは進むしねそれこそハーフスペースを取るとかそういうこともまあできているんだけどもじゃそこからの得点力というところがね今年はねっていうところでしょうで KAGI なんで10位これは首位のところですね逆にどんだけ相手がフロンタルのまあゴール近辺ですよね、えー、プレーを長い時間させてしまったかというところでは10位なんで。 まあ半分ぐらいの数字というとこでしょうで、下の方の数字、数字だけで見ていくと、10何位にいるような数字ではないかなというのを感じます。まあ、もうちょっと、まあ、トップ5まではないけども、でも1桁10位以内にいてもおかしくないみたいな数字が並んでいる印象と。 えいうとこですね、まあ、非チャンス構築率も3位なんだけどもでも失点数は多いでシュートも打たれてないし、ね、ピンチになる時間も少ないんだけどもしかしまあなぜか失点が多いという、えー、ところ、まあ、やっぱこう耐える時間耐えてでも最後の一瞬の隙でみたいな。 ところもねもしかしたらあるのかもしれません、まあ、川崎ね、ね現在だから複数得点っていうのが最後いつだ、複数得点が良し、東京戦の3点か、それ以降はでも3試合連続でゴールがないんですね。4月3日のマイノス戦、ゼルビア戦、セレッソ戦で3試合連続で、えー、無得点に終わってますんで、実はフロンターレは4月まだゴールがない、4月は、ね、3試合終えた時点ではゴールがないっていう、本当一つの、まあ、 時代の終わりというかねを感じるところ。ただやっぱりね、なんか言いますけど、僕はね、このまま終わってほしいとかそういうの全くなくて、まあこの近年、まあ一番んと黄金時代っていうところで言うとね、作ったのはフロンターレには。 なりまますんでで、まあ、なんとなく、なんでこんなに調子が悪いかっていうところはいくつかまあ、なんか思い当たる節は、ね、正直あるんですけどもそれはまあ、あんまり言うと怒られるんであまりね触れはしませんけどもただ、まあ、まうんね、うん、ちょっとこうかなまあ、それがすべてじゃないかもしれませんが一応ね、ね勝てていないというところ、ね、いろんな要因があると思うんですけど多分それはね選手、サポーターが一番分かってると思いますんでねでっところでねで今後のフロンターレの復活を、ね、期待していこうというところでしょうね。でこちら でとかこれ、えー、90分間関数平均スタッツにはなってきますがスタッツだけ見てもねね本当、ね、30m ライン進入回数は2位だしエリアライン進入回数も5位でなんで人差しできないかなもう少なくとも3試合連続で無得点で終わっているチームの数字でもないしまあね、えー、残留争いに形で突っ込んでいるようなクラブの数字ではないんでやっぱサッカー得点力のところですよね。やっぱエリソンのの離脱の期間ももありましたけれども えーどうしたもんかね、本当、エリソンがもう一皮向けるかっていうところかな、今でもフロンターレ、エリソンマークしとけばなんとかなるぐらいの、まあ、昔と違って、ね、昔はダミアンマークしても他の選手がやばすぎるみたいなところもありましたが、やっぱり今、エリソンへのマーク厳しくなっていて、じゃあそれ以外の選手がどんだけ頑張ってるかっていうと、頑張りはめちゃくちゃ伝わるんですけど、ね、もがいてるっていうかね、もがいてる姿は伝わるんだけども、いかんせん結果につながっていないっていうところの、まあもどかしさ、だから選手はサボってとかじゃなくて、まあ まあファン、サポーターも辛いけどもこの選手の辛さが非常にこう試合ごとが見ていて伝わる印象のフロンタルというところでしょう本当ね数字はいいんであと最後のところのクオリティーをまあどう上げるか,というかどうやって決めるかというところでしょうかね。こちらとことろでフロンタルの評価になってきますがまあ申し訳ないですけどもやっぱ S から D で言うと D 評価には。 なるというところで、まあやっぱ戦力とかで考えていくと、ここにいてようないていいようなまあメンバーでもないですし、でそう左足っていうのは今シーズンの主なメンバーにはえなってきます。まあ。 主なメンバーなんで、全員は名前ありませんし、センターバックの左右に関してはねまあ相方によっては右左変わってきますので、右で出ることもあれば左で出ることもあるよね中いう選手を何かいますけれども、あとは一応4 5 1最近4 5 1をやっていて、4 3 3と4 5 1のまあ先発で使った回数多い方を使おうと思っていたんですけども、現在4 4でね同じだったんで、一応4 3 3で配置をしています。 いいかなと思ったんですけども、ち433で、まあ、フロンターレらしい433で出してというところでしょう。だから、まあ、ならばね、こんだけの結果は、ね、出てませんが、選手の質が。 悪いかっていうと、やっぱ他のクラブの選手と比べても全然いいですよね、本当ね、選手の質とか、そこは全然問題がないんですよね、本当、うん、やっぱりいろんなクラブの試合とか見てますけど、もうやっぱフロンターレの選手が見せる、一周のひらめきとか、まあ、そのボールの受け方,受け方とか、さ、え、ば、ー、き方とか、まあ、やっぱ見てると、止める蹴るはレベルが高いですしね、だから本当、選手の質が悪いわけじゃなくて、まあ、一つは、さっきなんか僕が言おうとしたことの一つは、まあ、マンネリ化とか、やっぱりなんだかんだで、長い目で、 見たときにやっぱりどっかでちょっと違うね刺激があった方がフロンターレは良かったのかなとかね。 どうしても思うところがあって、ね、本当、これ言ったら多分怒られると思ったん、ね、で僕はね言いませんでしたけれども、やっぱり一つね、同じやり方でやりすぎたというか、うんそこかな、やっぱりマンネリ化っていうところではそこに、ね、関連して選手の、まあ、モチベーションがないわけではないと思うんですけどね、ただやっぱりね、サッカーよく言われるのが、まあ、監督は3年で変わった方が良くも悪くも、どんなに結果が出ていても、やっぱり3年ぐらいで変わった方がいいみたいなところで、それやっぱマンネリ化とかで、でそれによって、 ね、やっぱ選手も、ね、同じ監督のもとずっとやってた、まあ、こた安心感が、えー、出てしまってちょっと競争意識がなくなるみたいなこれやっぱ外から、ねえー、見る分にはよくわからん分にはなりますんで、まあ、だから、ちょっと僕に触れるかどうか今迷ったんですけどもでも、やっぱり、ね、いろんなフロンターレのことを話していく上でここは、ね、やっぱ話した方がいいのかなってのはね。 あったんで今ちょっと触れました、これは僕のね考えが間違っていて、もう全然それはいいですし、で、えー、あとはだからその、ね、やっぱ外から見る分には分かんない分ですよね、このまんよく言われるのマンネリカーとかね、まあ、監督自体の求心力が落ちてるわけではないんだけれども、でもやっぱ同じ監督で、えー、続けることのデメリットっていうのがもしかしたら昨年ぐらいから出始めていて、今に至ってのかなとかね、えー、思うところもあります、まあ、これ僕の、えー、ほんと個人的な考えなんで、どんどん否定してくれても、えー、構いません。多分コーチング 入れ替わりはねフロントでもあったと思うんですけどもね、まあ、でもねで監督の変化がなかったってところまあそこの難しさが出ているのかなと思うところにもになってきます。で、結局、えー、山根選手の影響が各ポジションになんか及んでんじゃないかっていう勝手なこれもね僕の想像ですけどもやっぱり山根選手は右サイドバックでいないんで右サイドバックでセガが。 使われたりとか、まあ、セガどこでもできますよね、万能選手ではあるんだけども、でも本職はそこじゃなくてみたいな、まあ、右とか左、両方セガはやったりしますけども、ただ結局、なんだかんだセガがやってるけども、本来そこの選手でもないですし、そこで飯食ってきてる選手でもなくて、佐々木旭選手に関しても、やっぱ本職は左の選手でもしくは大学時代のような、この間センターバックもやってましたけどもね、とかであんま右のイメージがなくて、で、花選手 もうまあそもそもやっぱサイドバックじゃないんでタチー・ボラン選手はサイドバックをやるってなるとこの中盤での強度がとかまあもちろん山本選手とかね瀬古選手がいるんでそこはいいんでしょうけどもやっぱ中盤、真ん中で落ち着かせる選手がちょっといないかなとか思うところもねあるんで結局やっぱ山根がいないっいうところ右サイドバックの問題をこの数年間結局解決できなかった影響というのがじゃあ誰がねサイドバックやるんだってところで本職じゃない選手が。 使われたとか。まあ立花のあの例が一番分かりやすいのかな？なんかね。やっぱそこで使うことにと他のとこはブレるみたいなところかな。ちょっと感じますけども、ただ。まあ まあ前線に関しては山田選手がなんかやっぱ雰囲気ですよねストライカーの雰囲気を山田選手出してますんでちょっとか、えー、今後の活躍に期待したいですしでまああね、瀬古選手もね頑張ってますよねあんだけ1年目戦た戦れたというか出番がなかった瀬古選手も昨年から本当によくやってますんで、まあ、そういうところの新陳代謝は徐々に起きているのかなという感じがしております。でまが、まあ 個人的には、まあ、シーズン終わってから考えればいいのかなっていうのをね、感じます。まあ、どうしても悪い時は、監督解任だとかね、えー、声が出るのは、ある意味健全ですよね。いやいや、そんな監督解任なんて言っちゃだめだよとかね、何でもそんなネガティブなこと言うんだよとか、まあ、いう気持ちもわかりますし、ただまあ、ある意味今の状態でね、解任論が出ない方が、なんか不健全というかね、 んんな感じもするんである意味チーム全体のことをサポーターがもう一回見るっていうね1つの、まあ、周期というか周期じゃないかまあ、1つ、ね、そういう時なのかなちの感じるところにもなってきますが個人的にはねもう最後までね今年は少なくとも鬼木さんのまのでいいのかなと感じるところにも。えー なってきますしむしろこんだけで、ね、ずっと鬼木監督が作り上げてきたチームを他の方がやるってなるとそれはそれ難しい感じがねしますんでねでさっき言ったシステムを変更してますんでそういうまあちょっと新しい風じゃないけども、ねまあ、マンネリ化打破とか新しいことやって選手に刺激を入れていこうみたいなところもあるんでまあ分かりやすいっちゃ分かりやすい、調子が出ないときはやっぱ人を変えるかシステムを変えるかとかなってきますが、まあ、システム変更でまあマンネリ化打破というところでしょうかね。まあ、やっぱまだ攻撃 でね、直近3試合。やっぱ自信をなく,なくしているところはあるかもしれませんが、ただ間違いなく4 5 − 1というところが何か一つ、えーまあ、戦術的というか、まずは選手のモチベーションとかそういうところで変化を加えることができればいいのかなという感じはしておりますけどもね。と、はい、いうところは上です、で以すごめんなテージルサッカーチャンネルでございました。よくあってなりがとうございます。その